後に目玉の親父になる鬼太郎の父とスーツの男水木の話。墓場鬼太郎ってこと？鬼太郎父の強キャラ感。キャストは6期なんやな。指鉄砲のシーンでカメハメハみたいな言い方したら、NG 食らったって話好き。さてはお前さん結構な鬼太郎マニアだな。鬼太郎よりかっこいいじゃん。猫娘は出るのか気になるのはそれだけやな。病気で全身腐りかけてたミイラ男みたいな親父はどこに行ったんや。病気になる前はかっこよかったんやろ。てかこれ目玉の親父か。6期でちょっと出てきたよな。目玉の親父ってこんな見た目やったんか。八頭身鬼太郎。目のでかい銀子やん。面白そうやな。原作にもあるんかこれ。それともアニオリ。アニオリやろ。原作だと病気になって体が崩れたけど、まだ人間体だった親父が生活苦で自分の血を血液銀行に売って、その異常な血液の持ち主を調べるために血液銀行員の水木が親父を訪ねるって出会い。それ以前の病気になる前の親父の姿は原作ですら一切書かれてない。野沢版鬼太郎じゃん。野沢雅子は目玉親父よ。普通に原作っぽい雰囲気あって好きだわ。墓場鬼太郎とゲゲゲの鬼太郎の中間っぽさを感じる。